ベルギーに行くねん、ベルギー。ベルギー心配なんやろ。心配は泣くんかい。心配で泣いとる。そんな泣かんでもいいよ、無事に帰ってくるから。どこの国行くんで。ベルギーです。え、ベルギー。ベルギー、はい。ええー、思い出になると思う。思い出みたいになれへん。なるえ。こんなちっちゃいの思い出みたいになれへん。自分飛行機乗ったことあるん？あるよ。大反対やで。飛行機に十何時間も乗せて、かわいそうなよ、もうほんまに。よそのひ孫やったらそんなもん、どこ行こう、どこ行こうと、山行こうと、川行こうと、どこ行こうと、そんなもん知らんけど。うちの孫のひ孫やったらそんな思うん。気候はどんなもんだよって。北海道よりちょっと寒いぐらい。うわー、分相応な生活し、分相応な。もう考え方が古すぎる。そう、今はもう、もう外国の時代よ。ワールドワイドよ、今はもう。遅れとるで、自分。昭和から進んでない、昭和10年から。かわいこ、長いこと見やれへんやんか。ベルギーに行くねん、ベルギー。え？ベルギー。ブリュッセル。ブリュッセル、ブリュッセル。いや、ほんまブリュッセルぐらい。うん。シュートやろ？うん、行く。うん、ほんま。ほんまに？この大変やで。この頃のおばあちゃんがベルギーにおるから。本当な言うてたな。うん。ブリュッセルにおるの。そう。首都におるのよな。おんのはゲントっていうところらしい。本当な名前聞いてもわからん。わからへん。うん。でもヨーロッパ行くね。いつ行くの？12月のの晩から。うん。うん。大変やな。気つけて行ってや。そう、この頃はもう全員連れて行くね。ほんまに。ほんまや。ほら、あんたは話しとかれへんわな。うん。長旅やな。うん。飛行機か。飛行機じゃなくて電車。電車で。うん。そのなんで。電車じゃ飛行機やで。飛行機で行く。電車繋がってないよ、そんな外国まで。そらしい。海の上、海の上やもんな、通っていかんなん。うん。ドイツの近くなの。うん、フランスもドイツも行く。な、近く、そばやもんな。その辺全部行ってくる。でもフランス今、デモ起こってて、暴動起こってるらしいから、ちょっと怖い。カリが弱くしてる感じ。違う、フランスって大きな地図で見たら。うん、そうや。ブリュッセル、それに比べたら小さいわ。うん。なんか、子供になるの。あ、ザクロあるやん、これやったってよ。ザクロ。あ、あんた日本もザクロあれ取ってよ。あるん。あの開いたやつあんねん。あんたやつ届くねん。取りに行くわ。ザクロ取りに行こう。おいで。畑に。いつでも行きゃ、この子へ。うん。これ靴、これ履いて、これ。え、なんで？ザクロ取りに行こうって。ザクロ。ザクロ、お布団があるの？そうやで。今畑に2年ぐらいしかないわね。よかったら食べてくれて。ありがとう。ちょくちょくちょくよ。はい。ちょくちょくちょくよ。はい。ちょくちょくちょくよ。いや、これはトマト。トマト。なんでこんな時期にトマトが？なあ、冬なのにトマトあるな、おかしいね。トマトは夏だったよね。うん。で、夏やのになんでさ、うん、トマトは生えてるのね。なあ。緑はさ、あのさ、うん、秋に生えてるじゃない？そうか。おばあちゃん、トマトなってんな。おお。いちごないね。いちごはまた春だよ。うん。ええのなっとるで。うん。見てみ、きーちゃん。こっち来てみ。この上見てみ。この上。ほら、これ。この実。食べたい。ザクロ。食べたい。一つもらっていいかな。いいよ。お家で食べようよ。食べてみんじゃん。まあそこで一つ。これ養殖したうさが甘いかもよ。どう？いけるんじゃないか。おいしい。まだ食べる？なんか種。そう、種プーってほかすね。くる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 って言ってみる。うん。これおいしい。シャリシャリって食べたら種プーって。昔食べたの覚えてる？全部食べたん誰やな。キリノやで。そうか。うん。さあ家帰って家で食べよう、これ。ママ。おいしいやつ見つけた。種あるやつ。これ見てこれ。どれどれ。あ、いいよいいよ、美味しそう。
出しや。それで食べたらそうじゃん、食べピッ。種ほらここ入れ。種ペーって出しや。美味しいけど苦い、そういうもんや。食べたい。そうすけ、綺麗なとこ食べや。これ。でもそんだけのことライダーでよかった。あとはラーメン。これ美味しいな。美味しいやろ。美味しい、よかったな。ザクロっていうね。うん、ザクジョ。みんなのねのちゃんがここ種出してるの。偉いな。一つあげるやって。くれるの。うんうん、ありがとうありがとう。おばあちゃん珍しいなんですけど。あいちゅうが。ちゃん食べ。ちゃん食べや。たくちゃん食べねえね。ごはんたくちゃんってるやろ。それかこの子らもあんまりおったら出てくるからさ。これでいい、これで。あら、ここ入れて帰ろう、持って帰ろう。持って帰ろうな。じゃあ持って帰ろう。これ、これおかしい。ありがとう。持って帰ろう。ええや、それ。うん、いかん。なんでな。心配よ。ほんまに行くで。お前、お母さんに会いに行く。どこに？あらら、お母さんのとこやもん。お前は？心配なんやろ。心配な、泣くんかい。心配で泣いとる。ありますあります。そんな泣くほど心配か。そんな泣かんでもいいよ、無事に帰ってくるから。はい、じゃあね。どこの国行くんで。ベルギーです。え、ベルギー。ベルギー、はい、ベルギーで誰おんの。義理の母です。なるしに行くんで。義理の母に会いに。ああ、もうおばあちゃんこうやってほんまにそんなとこで行ってほしくないね。大反対や。なんでよ。何しに行くんで。目的なんしに行くんで。向こうのお母ちゃんに会って。な、ちょっとこれ入れやな、聞こえ。そんな大層なことして行くもん誰もおれへん。大きなお金使い持ってこうやって外国みたいなの痛がって、言葉も通じやへんし、子供らかって環境も違うのに、このこうやって寒い時期にもうそればっかりも思てねやれへんね。バンカって心配してから。うん、こんなちっちゃい子飛行機に乗せてやで。ええ思い出になると思うで。え、ええ思い出になると思う。思い出になれへん。なるえ。こんなちっちゃいの思い出みたいなあれへん。思い出になるのは小学校の高学年になったら連れ立ったかって思い出になる。こんなちっちゃいのいたかって思い出みたいな聞いた。よう覚えとんねん。覚えへん覚えへん覚えへん。賢いからよう覚えとる。覚えとれへん。こうやって 飛行機に8日も分かれへんし。飛行機は16時間。そのくらいもそんなとこに乗ってやで。自分飛行機乗ったことあるん。あるよ。こうやっていたかって言葉も分かれへんし、環境も全然違うのに。靴下履いとんの、寒いから。昨日からも特に寒いな。はい。え、はい。明日、明日も明後日も寒いやで。土日寒い、月曜日も寒いね。ずっとこんなもん飛行機乗せたかってな。何にも知らへんわ。飛行機用意して しんどないぐらいの咳の山や。おばあちゃんがどうな。 大反対やで、ほんまは。誰でもやで、思うの。大反対やで。鼻見てみ、ちょっと風邪ひいとんの。こんな可愛らしい顔しとんの。飛行機に十何時間も乗せて、かわいそうなよ、もうほんまに。そんな飛行機もそんな辛いとこちゃうよ、大丈夫や。こんな分かれへん、子供どもあったち、この子の気持ち分かれへん。想像するだけで私から。ひ孫のことそんな心配かい。心配心配。よそのひ孫やったらそんなもん、どこ行こう、どこ行こうと、やまいこと、かわいこと、どこ行こうと、そんなもん知らんせる。うちの孫、ひ孫やだからそんな思う。ほなもっと子供大きなってから行ったらいいね。大きなってからも行く。こんなちっちゃい時みたいなな、連れて行ったらかわいそうな大事。大事かわいそうなのに、こんな子連れて行くの。気候はどんなもんだよって。北海道よりちょっと寒いぐらい。うわぁ。行きたくないな、そんな寒いとこみたいな。春になってボカボカと暖かいっていうような気候ならまだ。キリノは楽しみにしとる。キリちゃんたら知らへんやんか、何にも。知っとる。知らへん知らへん知らへんって。こんなもん連れていたかって何にも。知っとるや。自分が得死んでいくだけのことや。ルリちゃんも知りて、そんなとこ見て。何やろう、お母さんに出会いに向こうの人は家族に出会うたかって。何にも。俺が行きたいって言って。ルリちゃんもだ、それ賛成しとんの。
最初はいらんと言ってた。まだ子供ちっちゃいしって。そらそうや、ルルちゃんの言うとおりや。まあそんなことで自分で押し切ってやな。自分のわがまま通してやで。そんなん、ええと思ってんのかい、そんなん。ルルちゃんはだいぶ偉いわ。ルリのお母さんも、お母さんの旦那さんもおいでって言ってる。おいで。そらあの人はおいでって言うわ。お借り卒も出すこといらへんねん。こんなちっちゃい子かって。これそうやけど、ルリちゃんのお母さんかって、子供ら小さい盛りって思っとると思うで。そんな長旅、普通の旅と違うやんかい。寒いとこ行くの。ほいで子供風邪ひかして死んだなったらええわ。親の背中見て子が育つって昔から言うねん。おばあちゃん子供はあんばい育てや育ててなんても言うとるやろ。そっちもあんばい育てとれへんわな。あんばい育てとるで。元気に育っとんがな、賢く。うちで一緒に住んどったらな、どうのこうのって言うで、いろいろ話もするけど。おまん出て行ってしもとるさかの、どないも来ないも言うようあれへんがな。子供に来ないしたりや話したりやって助言したれるけど。ねえ、何にもよく知らんとな。親の言うままになってしもってかわいそうに。そうこの顔ちっちゃなったよな、もう。ちっちゃなった。ちっちゃなったやろ。スタイルええねん。もっとふっくらした方、ふっくらとった。これの方がずっとふっくらしとるわ、ね。そうくん、これであれで。そうちゃんって言ってるわ。そうくん、けやれ。喜んどるよ、子供は。子供見たら知らへんて。楽しみにしとる。何でもそんなこと言わさんてって、子供見たら知らへん。楽しみにしとるよ。何にも知らんと、ほんまにかわいそうに。それは毎晩寝てからその思っとんねん。そんな心配しなんでも大丈夫やね。自分は大丈夫だと思っとんねん。だけのことや。言うてないで、ってまたそんなとこ行くってカッコ悪いさかに。何カッコ悪いんや。カッコ悪いやんか。その思わへんのか。そんな思わへんか。文さんはなせえかとし、文さんは。もう考え方が古すぎるさ。今はもう外国の時代よ。ワールドワイドよ。今はもう遅れとるで。自分昭和から進んでない。昭和10年からこれのばあちゃん泣いとった。泣いとった。なんちゅって心配やって。心配やり、私心配よりもな、子供がかわいそうなというのを一番思うね。これとこれとあのちっちゃいこれと二人、おまん大人二人で行くんやったら、何ぼうかに使うか、かんぼうかに使うか、そらおばあちゃんに関係ないだ、知ったことじゃないで。だけど、このと、あの、キリちゃんと二人、小さいのにそんな知らんとこいて、言葉もわからへん。いけるいける、そんなもん。いかなあかんねん。じゃあ、さようなら。何にも言うことなくいかんねん。さようなら。そうちゃん。なんでルリがおばあちゃんに言って、え、ルリがな、あのおばあちゃんに言って言って作ったご飯の分け前。ああ、これスペインの料理。いつ帰ってきたん？昨日。今？昨日見たら帰ってけへんだやんか。昨日帰ってきとった。行くとこベルギーやねん。書いてあるとこベルギーって書いてあるやん行くね。もう同じ行くんやったらもうな、心よりがったらなあかんわとこな思ってな。おう、でお寺さんにまた来てくれたの。留守やってんや、うん、そやけどまた電話してな、来てって言って当番みたいなやつ。いつい300円やけどな、うん、それに留守の紙だけ入れてあってんや、うん、ほんでもうまた電話して来てもうてん。わざわざ晩夕方来てくれてな。何しに来てもうたん？息子がって言うてしもてんけどな。お、息子がな、海外行くって言うてますよってな、うん、またそれも同時にお願いしますって言うて、またここでちょっと拝んでもうて。何？拝んでもうてんて。無事を願う拝みってこと？そうそう、家内安全。何やだか、お母さんにお札渡したんね。それを拝んでもうてな、うん、だからこんなのことばっかり言うと、同じ行くんやったらな、心よう言うておくって。今度参加って先度そこでそんな話して、うん、心よしておく、送ってやった方がええかなと思って思い直して、ほんで高くんかってそんなしていたら気持ちよいけるやろかと、こんな思ったりしとんね。ありがとう。同じ行くんやったら気持ちを生かした方がええわと思って、ほんだらなんとその晩あんたのことそっつむ。それまで毎晩気になっとったのに、うん、あんたのこと気になれへんさか、よう寝れてよう寝れて10時から朝の8時までぶっ通しで寝れてんで。え、それまでは？それまでは夜中にばっかり目開いて、あんたのことばっかり気になってしとってんけど息子ちゃうで。
息子ちゃうけど息子って言うてしもて何でもかわいいやん。その思い直して近藤さんがなやっぱりいろいろ進行してるし自分の体も治ったやろ、うん、ほんで三つの言うたかってなあんた病気で入院しとること思ったりなそんなことあったら難儀やけど高子がそなしていくって言うんやったらないいよ いた方がええと違うけど言うたらそれもそやなって言うて言うような話やってんや。ほんで仏壇に勝て毎日こないしてそないでこれが冷たかったらかわいそうなと思って悪いと思ってこれぬくめとんねんでいつでもこれなんや昨日のお茶で新しいんや、うん、ほかすのもったいないさかいな、うん、もう先祖さんかってこんな冷たいお茶だからいらんやろと思って昨日炊いたやつやばかうってええねん黒豆今日はあの米田さんとこ電話したらもう作ってないねと黒豆、うん、直売所いたらあるわってこれせやせや直売所いたらあんねやと思ってうんそうそうやそうそうとお母さんにもそんな吉井さんそんな思うねって言うたら吉井さんもニコッとして笑ってくれとったわうんせやけどな高くうん何かすると言うたらやっぱり、ま、前もって相談せなあかんで何ベルギー行くのも相談しろってうんとしこおばあさんにそうみんなのこれこれこれなして行くねって言うて相談せなあかんやんかこんなの 何する自動車買うやったかってこれ自動車こんなん欲しさこれ買うねって相談せんで食べたおかずいっぺん食べたいなと思ってこんなんでもよかったら食べるけど食べるえこれありがとうこれ食べる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 やろ子供らも喜んで食べるわそやけどこの下に里芋炊いてあんだけどな、うん、その里芋ちょっと大きすぎて冷凍ねで、うん、そやけど大きさか硬いさか、うん、これもういっぺんね ね立たしたらええわそこ閉めといてあらおはようさん何食べとんのあら可愛い子どの子でこの子やな可愛い子あの可愛いの可愛い子長いこと見られへんやんか向こういたらどの辺のご飯見たら違うんやろパン食ばっかりそんなパン食ばっかりでよう辛抱すんのかいこの子らいけるやろちょっと行って顔貸しておばあちゃんにあ可愛い可愛いかわい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 い行ってほしくないの長いもん日やっぱり座敷は寒いよそれめくらなあかん今日の日にこんな毎日しとるはいねはいはい今日は9日よそらやけど今日は9日に毎日そらして1日決まずめくっとる重曹病式やくるのでしゃいしでしょぼく創業式無限に比例心に無視高徳あのくたら三脈三宝大高知あんにゃはらみおじいそわかあんにゃ心情終わり朝のおつとめおんかあかあかるわなお地蔵さんやたか子供のあれやでおつとめやで言っといて地図で言うたらどれでちょっと教えてダウ探すのかヨウ探さんねってどこでフランスとかそういうヨーロッパのとこほらこの辺にフランスってあるやろあるやんここブリュッセルほらベルギーって書いてあるやんああ これかいうんここやベルギーこれこれうんこのベルギーそれが分かれへんのやな先頭この辺やと思って見とってんけど治安はどんなんでまあまあ日本よりは悪いけどええよ日本より悪いんやろうんなんせ今この辺怖いもんみここら怖いからなウクライナやとかいうとこそうそうフランスも今ちょっと危ないからフランスはあんまり行かれへんねんアメリカで中継すんのやろ一旦違う違う直通系普通やったら直通で行けるんやけど今このウクライナとかでこの上通られへんようになってるから、うん、ドバイ一回ドバイに行ってドバイからベルギーで帰りはフィンランドベルギーからフィンランド行ってフィンランドから日本寒いやんなフィンランドやったら寒いよ寒いと思うわもうこっち来てもでドイツとかも行ってここほらドイツ、うん、ここのドイツにも行って、うん、ドイツベルリンの首都はベルリン一緒に行くんやったら今からでも席取るけどいやいやお金100万円くれてもいらんこの辺やろと思ってだいぶ見とってんで今怖いもんなこれウクライナやとか、ベラルーシベラルーシかってこのウクライナとこれ組んどるさかいな一緒に、うん、あこの辺やここやドバイほらここまでほら日本がここやろここからピューとここまで飛んで、うん、
その次はピューとここまで飛ぶんや。子供ら気付けたら高くん大人中心と違うで子供中心やで。これ高くん注文してくれへんけ、うん、こんな8日間でもややこして何買おうか知らんと思ってな。ベージュで市役所からくれて。あー好きなん頼みって。うん、カタログちょい。それでな、もう お肉かなど買おうかいなと思ったり。鍋とかもあるけど。鍋みたいいっぱいあんねん。あいいやん、肉ええやん。どれで黒毛和牛か山形牛か何でもええわ。割と入ってんねんな。薄いのにしとき、薄いの。これにしとき、山形牛のバラ350、すき焼き用。これは。これしてくれるけ。うん。こんなん用注文せんね、ややこしい。ほな、スマートフォンでできるらしいわ。スマートフォンで。できんの。うん。よっしゃ、いけた。それが申し込み番号が、お届け希望日。今年か来年かどっちする？今年しとこうか。ほな、年末自分ちょっと食べれるんじゃん。本日より12日目以降やってさ、12月の。終わったよ、おばあちゃん。頼んどいたよ。うん、大きなありがとう。これご飯系なんで。ご飯をイカとかエビとか貝とかそのだしで炊いたやつ。あ、口入れたらズルズルするさ。変わった味やからあんまりやったら残しておいてもまた昼呼ばれる。待って、晩な、はい、私おかずの変なの炊いてあんねんけどな。あれ晩食べたらなんで食べる、うん、いただきます。それが昨日ルリ黒豆炊いたやつまた食べてみて。できた？まあ、もうちょっと黒豆もうちょっと、あとちょっとで炊き上がるから。あら、ほんま偉いな。まだできたらちょっと私また2粒か3粒もうて。いやいや、もうちょっと食べてくださいよ。おお、今持っていこうと思って。お豆ちょっと食べてみてください。ルリちゃん、あのご飯美味しかったわ。あ、本当ですか？よかったです。エビのお味したな、うんうん、あ、そうですね。ほな、初めて炊いたからどんなんか分からへんですよ。何のだしやった？エビとイカとアサリと入れて。あー、美味しかったわ。なんかそうちゃん忙しくしてる。どれどれ、初めて炊いてんて、おばあちゃん。そうですね。黒豆炊くの難しいですね。ねえ、な、えらい大変でしたわ。時間かかる。美味しいぞ。入れたらほんだんだ、はい、美味しいぞ。美味しいわ。何杯寝てるやん。よかったです。そう、溶け炊いたら柔らかなってね、よかったです。お水にも結構溶けつけましたね。上手にさ、できてるわ。これやつ上等や。よかったわ。食べる。ソースケも好きだった。ソースもちょっと入れてやろ。そうそう、炭酸。炭酸、炭酸、うん、そうそうそう、としこさん、買い取ったやつ。覚え書きノート、としこ。おお、昔、何十年前に。ノートに65円のシール貼ってあるもん。笑わんといてよ。全いい、全然。いや、黒豆5合に対してな、うん、炭酸小さじ1、うんうん、塩小さじ2、醤油小さじ6、うんうん、砂糖が350から 400g、うんうんうん、で、湯は1升2合、うん、で、フォルクちょっと入れてな。黒豆結構食べるよね、子供たちね。ちょうどごぼうやな。黒豆や。これ